ジャービス・コッカージャービス・ブランソン・コッカーはイギリス・シェフィールド出身のミュージシャンである。1990年代にイギリスを中心に人気を博したバンドパルプでの活動が有名。1978年学生だった時に友人と共にアラビクス・パルプを結成。後にバンドはパルプと改名。1983年にインディーズ・レーベルからファーストアルバム。 一をリリース。しかし全く注目されず、地道な下積み時代を10年も送り、1993年になって、ようやくメジャーレーベルとの契約にこぎつけ、1994年メジャー一石後発のアルバムとなったヒズ・エヌ・ハーズの発表に至る。徐々に名前が注目され始め1995年、その当時イギリス全体に盛り上がっていた。 ブリッドポップブームの波に乗ってバンドは通算5枚目のアルバムディファレントクラスを発表。そこからジャービスが大学生の時に出会ったギリシャ人女性のことを書いたコモンピープルが一躍大ヒット。人気バンドの仲間入りを果たす。しかしバンドは2000年代に入ってからはその人気を持続することができず2年後活動休止となる。2002年にフランス人女性と結婚し、 パリに移住。一児の父親となった。2003年には、パルプと同じく、シェフィールド出身のバンドオールシーイング・アイの、ジェイソン・バックルと共に、覆面エレクトロポップデュオリラックスド・マッスルを結成。ダレン・スプーナーというメンバー名で参加。アルバム、A Heavy Night With を発表した。2005年には、映画、ハリー・ポッターと炎のゴブレットに、舞踏会で演奏する。 バンドザ・ウィアード・シスターズのシンガー役で出演する。バンドメンバーには、パルプのスティーブ・マッケイや、リラックスド・マッスルのジェイソン・バックル、そして、レディオヘッドから、ギタリストのジョニー・グリーンウッドとドラマーのフィル・セルウェイが参加している。2006年には、43歳にして、初のソロアルバム、ジャービスを発表。アルバムは、全英37位ながら、シルバーディスクを獲得している。 この年には、シャルロット・ゲンズ・ブールのアルバム、5時55分の楽曲の作詞も担当した。2009年にセカンドソロアルバム、ファーザー・コンプラケーションスを発表し、全英トップ20入りするという前作以上の成功を収めている。2010年からは、ラジオ DJ としての活動も本格的に始め、BBC ラジオ6ミュージックで、ジャービス・コッカーズ・サンデーサービスを担当している。 2011年からは再始動したパルプのボーカルとしてレディングフェスティバルでヘッドライナーを務めるなどライブを中心に活動。2013年にパルプ名義でシングルアフターユーを発表した。2017年ピアニストチリー・ゴンザレスとの共同制作のアルバムルーム29を発表。また同年12月でジャービス・コッカーズ・サンデーサービスの放送が終了。 2007年1996年、ブリッド・アウォーズでマイケル・ジャクソンのパフォーマンス中に乱入し、彼に向かって尻を突き出した挙句、叩いたことでボディーガードに捕まり、警察から取り調べを受けた。このハプニングによって、ジャービスは激怒したマイケルのファンから苦情、抗議を受けたが、後に、あれは周囲に対してまるで神のような振る舞いをしていたマイケルに対する抗議だった。 とコメントしている。当然彼の行為に対しては、ブラーのデーモン・アルバーンからの、非真史的だなどの批判があったものの、彼の行為を称えるメディアやアーティストは、意外にも多く、オアシスのノエル・ギャラガーは、奴はスターだ。上の称号を与えるべきだと称賛している。ゴールド当認定については、BPI の記録からである。マイケルの神々しいパフォーマンスに乱入して台無しに、 した男、TAP ザライブ、t a p ザポップハットデーモン、ジャービスのやることは尺に触るデーモンアルバーンワークス、音楽ニュース、ありがとうございます。